新城に塚古墳は奈良県葛城市にある古墳で1978年国の史跡に指定されている。一つの古墳で三つの異なった形式の横穴式石室を有するという特徴で知られており、銭取塚とも呼ばれている。丘陵の尾根の先端を分断して作られた前方公園墳である。葛城山の山麓の標高約200メートルの場所に位置しており、 東に山と盆地を一望することができる。噴球は二段構築で、全長は60メートル、公園部の直径は36メートルで、高さは10メートル、前方部幅約41メートル、高さや10メートル、くびれ部西側に作り出し部がある。後方部の高さも10メートルを超えており、円噴を二つつなげたようなずんぐりとした形となっているが、これは、 後方部にも、石室を作るために盛り土をしたためである。埴輪は認められないが要所に、吹石が施されている。明確な集合はないが、古墳の西は、約10メートルほどの幅で平らに整地されており、東側の一段低くなったたも、母域を示す、空掘りの跡と考えられている。公園部の横穴式石室は、古くから開口しており、存在が知られていたが、 1958年の発掘調査で広報部と西側の作り出し部分にも横穴式石室があることが判明した。出土品は奈良国立博物館が収蔵している。出土品などの分析から築造時期は古墳時代後期の6世紀前半から中頃とみられている。埋葬施設は公園部、前方部、作り出し部の3カ所に 横浜式席室が設けられている。ありがとうございます。